時刻は間もなく6時12分、後半特集です。山口放送では日本財団が推進する海と日本プロジェクトに合わせて海の魅力を見つめ直す企画をシリーズで放送しています。今月4日下関市の海水浴場でマリン体験学習会が開かれました。参加したのはさまざまな理由で学校が苦手な子どもたち。少なくなりがちな体験学習の機会を提供しようと山口市でフリースクールなどを行う団体が企画しました。今月4日、下関市豊北町の海水浴場で開かれたマリン体験学習会。参加したのはさまざまな理由で学校が苦手な子どもたちとその家族。この体験学習会は山口市でフリースクールなどを行っているハッピーエデュケーションが開校者や財団などの協力を得て毎年この時期に開いています。学校が苦手な子どもたちって集団で体験する自然体験とかみんなで遊ぶ笑顔になるという機会がすごく少なくなってしまう。で、家に引きこもって下手したら僕は生きていっちゃいけないんじゃないかっていうような思いまで行ってしまうので、そうじゃないよって、学校が苦手なだけでそこまで落ち込まなくていい、夏だったら楽しもうよ、まずは子どもたちが笑って体験学習してもらえるのが、私の目的です。ハッピーエデュケーションは2018年に村上さんが立ち上げ、現在は山口市特需を拠点に活動しています。さまざまな子どもたちが安心安全に自分らしく学べる社会を目指し、フリースクールのほか相談会や保護者同士の交流会なども行っています。また敷地内には畑もあり、野菜の収穫など体験学習にも力を入れています。ハッピーエデュケーションの取り組みの一つであるマリン体験学習会。じゃあ今から、マイクロプラスチックを集めたいと思います。5ミリ以下のプラスチックのゴミをマイクロプラスチックって言います。でこういうゴミもいけんのやけど、なんでマイクロプラスチックがいけんかって言ってわかる人。言える環境汚染につながるから。そう、なんで環境汚染につながるか。はい、次っていうこと。魚が食べるから。そう、魚が食べちゃう。で、魚が食べた魚を誰が食べる今度。人間だよね。人間で、それお腹に、それお腹を壊す。量が多い。回収作業では目の大きさ、穴の大きさが違う2種類のふるいを使って砂と貝殻やゴミを分けていきます。そして集めた小さなものを海水につけて浮いたマイクロプラスチックを回収していきます。プラスチックっぽい。黄色いのマイクロプラスチックだと思う。これ、プラスチック？プラスチック。来た。ちっちゃいんやね。ねえ。だったら魚のお腹に入るよね。楽しみながら環境保全に興味を持ってもらおうというマイクロプラスチックの回収。見つからない方が良いのですが、見つけられないとちょっと悔しい気もします。じゃあ皆さん、見つかりました？見つかってないです。ちょっと見つからなかったのが悔しいですが、でもどこを探してもないようなのが理想ですね。取ったぞー。環境問題について考えた後はお待ちかね
マリンレジャーです。バナナボート乗ってて落ちるかもしれないけど、でもこうやって浮くから練習して。マリンレジャーを楽しむ前に、海に落ちた時に上手に浮く方法をライフセーバーから教わります。子どもたちが最も楽しみにしていたのがこのバナナボートです。スリル満点です。角島大橋をくぐるというのもなかなかできない体験です。景色どう？すごい。楽しかったです。でも途中上に潮が入ってすごい染みました。すごい景色がやっぱ綺麗でしたね。なんか橋の下を通るのがすごい面白かった。子どもたちに笑顔をと、ハッピーエデュケーションが始めたこのマリン体験学習会も今年で4回目となります。自然の中っていうのは子どもたちが本当ありのままで過ごせる。で、音がその社会なんていうかな、普通の、ね、身近だったら車の音とか人工的な音が多いんですけど、ここだったら波の音、風の音、鳥の声、本当自然の音、そういう音ってその発達の特性があったり、疲れている子どもたちの脳が疲れないっていう研究結果も出てるんですよ。だからそういうのもあって、はい、毎年来させていただいてます。海と日本。ハッピーエデュケーションというその名前の通り笑顔あふれる体験学習でしたけれども、はい、人気のバナナボート、うん、僕も一回熱血テレビでその角島大橋の下をくぐったことがあるんですけど、コバルトブルーの潮とエメラルドグリーンのその海、この潮と潮の境目が結構揺れて楽しかったりするんですよ。いいですね。なかなかね、面白そうでしたけどね。子どもたちもすごく楽しそうでしたし、はい、子どもたち積極的に動いたりですとか、手を挙げて発言したりと、すごく楽しそうにね、優しい先生に囲まれて学んでいる姿が印象的でした。はい、そしてあんなに綺麗な海を見たら、もう守りたいっていう気持ち、より強くなるでしょうね。そうですね。学んで遊んで、まあ、夏の思い出にもなったのではないでしょうか。後半特集、マリン体験学習会、お伝えしました。ご覧いただきありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録お願いします。